羽生譲と末延のぶ子、ゆこ、ちゃんの結婚が示す、愛と信念の結びつき、日本のスケート界のスーパースター、羽生譲、うゆず28、の結婚相手として、バイオリニストの末延のぶ子さん、36、が選ばれたことは、多くのファンにとって驚きと興奮をもたらしました。しかし、その背後には様々なエピソードと背景が存在します。この記事では、 真由ちゃんとして知られる末延真由子さんの人生と、羽生譲弦との結婚について掘り下げてみましょう。末延真由子、バイオリニストから、とギャルへ、末延真由子さんは山口県光市出身で、バイオリニストとしての才能を早くから示しました。彼女は4歳からバイオリンを弾き始め、その後も数々のコンクールで優勝しました。東邦学園大学を卒業し、三長俊彦氏や辰宮彦氏から指示を受けるなど、 クラシック音楽会での実績を築きました。一方で、末延さんは独自のファッションセンスと、ジャンルを問わない独自の演奏スタイルでも知られています。彼女はクラシック界のステージに立つだけでなく、ロックフェスやテレビ番組にも出演し、幅広い音楽活動を展開しています。また、書道八段の特技も持ち、山口県のふるさと大使にも就任しています。彼女の多彩さは、 ハニュー・ユズルとの結婚においても大きな魅力となったことでしょう。ハニュー・ユズルと末延真由子、運命の出会い。ハニュー・ユズルと末延真由子さんの出会いは、2019年に行われたアイスショー、ファンタジー・オン・アイスでの共演がきっかけでした。このショーでの共演を通じて、二人の交流が始まり、次第に親密になっていったと言われています。しかし、その結婚発表までの経緯は謎に包まれていました。ハブ選手は、 平イアマサゴリンに行った会見で、家族を持つことについて冗談を交えながら話しており、その時点で結婚の可能性を示唆していました。しかし、結婚発表の際には、妻のプロフィールに触れず、相手についての情報はほとんど明らかにされませんでした。この秘密主義の背後には、ハブ選手の母親の意向が影響していると言われています。彼女は実質的なマネージャー的存在であり、海外での拠点として同行し、 息子の生活や練習をサポートしてきました。そのため、私生活においても彼女は息子の恋愛に対して慎重な立場をとってきたと報じられています。ハブ選手の母親と末延真由子さん結びつく信念。ハブ選手の母親にとって、息子の結婚相手の選定は非常に重要なテーマでした。末延真由子さんは、その期待に応える相手として選ばれたと言えるでしょう。彼女は昨週からコンサート活動を控え、 所属事務所を退社し、SNS などもすべて削除するなど、結婚に向けての準備を着実に進めてきました。これらの行動がハブ選手の母親の方針と一致していることは、彼女の真剣さを示しています。末延さんは、バイオリンの道を進む中で、母親による厳しい指導を受けました。子供の頃から1日8時間もの練習を行なし、練習のスケジュールを母親に提出し、 チェックされる環境で成長しました。しかし、彼女はそのスパルタ教育を感謝しており、大人になっても母親とは良好な関係を続けています。この経験が、末延さんがストイックに競技に打ち込む羽生選手の理解者となる基盤となっていることは間違いありません。末延真由子さん愛と信念の結びつき、末延真由子さんは、羽生譲弦の母親の期待に応える存在として選ばれました。 彼女のバイオリンの才能と幅広い音楽活動における成功は、ハブ選手のファミリーに新たな強力なメンバーとして加わる理由となりました。彼女のバイオリンの演奏はクラシック界だけでなく、ロックフェスティバルなどでも高く評価されています。また、母親との関係を通じて、ストイックな競技者として知られるハブ選手の理解者となるでしょう。末延真由子さんは、自分の意見をしっかりと持ち、 信念を持つ女性であることから、羽生譲弦との嫁姑関係が成功する可能性は高いと言えるでしょう。結論、羽生譲弦と末延真由子さん愛と信念の結びつき、羽生譲弦と末延真由子さんの結婚は、日本国内外で大きな話題となりました。末延さんの多彩さと、羽生選手の母親との関係が、この結婚に大きな影響を与えたことは明らかです。 彼女の信念とハブ選手の競技への情熱が彼らの愛を支える要素となるでしょう。ハブ選手のファミリーに加わった末延真由子さんは新たなる舞台で共に歩むことで二人の未来を明るく切り開くことでしょう。そしてファンたちは彼らの愛と信念がさらなる成功と幸福をもたらすことを期待しています。